ゆい子様、すべて手はず通りです。始めましょう。命あるものの訪れぬ暗き地、亡霊の宴を。そこで氷の妖精を捕まえてきたぜ。ああ、いらっしゃい、マリさん。ほんと妖精って油断するとどこにでも湧くんだから。寒いから早く閉めてくれる？見ろよ！春だってのにこの雪景色！冬の妖精やら妖怪やら！いい加減認めろよ！これは異変だ！今年は春が遅いってだけ。いや！どこかに犯人の妖怪がいる！異変解決！妖怪退治が巫女の仕事だろ！ああ、そうかよ！それならこんな異変私だけで解決してやるよ！後でのこのこ出てきてごめんなさい、やっぱり異変でしたとか言うなよ！参加切って飛び出してきたはいいが、全く見当すらつかないぜ。情報集めないとな。お、早速情報提供者発見。って、あいつは。やれやれ、やる気満々だな。ふい。あ、分野の。
やれやれだぜ。ここは冥界、亡霊たちの住まうところ。命ある人間よ、とくお前たちの限界に引き返すがよい。観念しろ半人妖怪。お前たちの企みは全て調べさせてもらった。さあ春を返してもらおうか。おっと、抵抗してくれてもいいんだぜ。力ずくは大好きなんだ。人間風情が何を言い出すかと思えば、白霊の巫女ならいざ知らず。一体何様だお前は。霧雨マリサ、普通の魔法使いだ。さて、お前の親玉のところに案内してもらおうか。いや、そのまま寝てていいぜ。あらまあ、隠れの巫女じゃないのね。そのセリフ、聞き飽きたぜ。お邪魔します。こんにちは。あら、本当にまだいる。どうしてみんな玄関から入ってこないのかしら。吸血鬼のところのメイドじゃない。今日は一人。お嬢様は寒いので出たくないと伝言だけ預かってきましたわ。いつまで妖怪の好きにやらせているのかとのことです。大きなお世話。まあ、あなたの考えもわからないでもないですけど。何よ。幻想郷のバランスを保つのが巫女のお仕事ですものね。それもあるわね。でもそろそろ十分じゃないかしら。それを決めるのも私の仕事よ。ごもっとも。伝言は伝えましたよ。白黒の魔法使いは冥界に向かったわ。冥界で死んだら成仏できるのかしら。おい亡霊、こっちは花見ができなくて困ってるんだ。今すぐ春を返すか、私に痛い目合わされた後で返すか、好きな方へ。うわここに留まって亡霊となるか、亡霊となってからここに留まるか、お好きな方を選びなさい。そういうのを選択って言わないぜ。ご覧なさいな、この桜、西行あやかしの。まだ花をつけていないでしょ。もっと春が必要なの。そんなくだらんことで。残念、ここまでかしらね。いるぜ。霊夢、お前今頃。話は後。あらあらあら。マスターパーズ。
しい。ちょっと油断しちゃった。かくて世はこともなしか。ま、苦労した甲斐があったってもんだな。はぁ、だから嫌なのよね。ん？異変解決って言うと、すぐ妖怪どもが集まってきて宴会になるんだから。楽しいからいいだろ。主犯も来てるし。まあまあ。お詫びの印にね。趣向もお持ちしましたので。あ、はあ、参拝客が逃げるわ。しかもこれ後片付け全部私でしょ。だから異変解決って嫌なのよ。ちょっと待て、お前まさかそんなつまらん理由で、うん、おいレイム、私に言わなきゃいけないことがあるよな。はあ、マリサの言う通り異変でした。私が悪かったわ。ごめんなさいね。心がこもってないんだよ、うん、巫女のくせにめんどくさいから異変を放置して、だからこの神社は人気がないんだろ。異変はちゃんと解決してるわ。何を、美味しいところばっかり持って行きやがって。結局レイムが異変を解決したようね。そのようですね。なぜだかわかるのだけれどね、たとえ昨夜が買い物の途中で寄り道しなかったとしても、この結末は変わらなかったわ。そうだったんですね。さて、寄り道の罪は何にするかな。なんなりと。何よ、だいたいあんた私が行かなかったら危なかったじゃないの。そっちこそ私に何か言う必要があるんじゃないの。ご苦労さん。はあ、大義であるでもいいぞ。なんで偉そうなのよ、うん、は、それ私のでしょ。わあ、間違いを正すその心は、ああ朽ち果てた草やきに水を注ぐよ。だけれど意味もなく、それを全と感じて闇雲に向かう先、それを支配と呼ぶ。明日は晴れる、ゆゆこ様。あら、あれ、今誰かいませんでした？いいところに来たわね。え、
楽しくなりそうよ。何がです？桜は咲きませんでしたし。桜？西行はあやかしですよ。ああ、あれはもういいの。咲かせては見たかったけど。すみません、まさか人間に。いいのいいの、十分楽しかったし、白霊の巫女に気づかれずに済んだしね。はあ、話が見えないのですが。着てみたんですけど。似合います？